ルール説明です。マリサはブリリアントダイヤモンド、レイムはシャイニングパールをプレイしてもらう。お互い指定されたレベル以内で指定された場所まで進んでもらい、そこでお互いのポケモンをかけた通信対戦を行ってもらう。最終戦は渚事務戦終了後8つ目のバッジまで、レベルキャップは50となります。チャンピオンまでいかない理由として、通信対戦の使用上レベルが50でフラットになることと、終盤は今まで奪い合いしたキャラをなるべく使用したいので、ゴールをここまでとしました。またーい。最後なので奪い合いはないですが、最初の通信対戦で使用したキャラを3匹は使用してください。おい、このまま負け越したくねえぞ私。このまま負けると一生敗者の楽園を押されてしまいますね。あれ、変なタイミングで毒ビスぶち負けたマリサさんじゃないですか。うめえ。ここステロにしてたら試合運び変わってたかもな。マリサそこでなんて、あんたそこはステロでヒヤ。あ、それは知らないよ。いや、はぁ、もう何も怖くねえわ。恐ろしいほどポケモン充実したな。で、今回は最初の通信対戦で使ったポケモンを3匹入れるのよね。スプーンナメとライコウマルハマリサの元にいるから、残りの4匹から3匹選んでほしい。最終戦は私も放っから、最初に使ったパーティの誰かを入れるつもりでいたしちょうどいいわ。それに一つ、絶対やりたいことがあるの。ほう？一体なんだ？あれは初めて負けた時のことだった。あれだお前。ま、はぁ。煽ってんじゃねえ。マッパでマリサに一泡吹かせるわ。絆が最悪なことに気がついてくれ。ひどいことするなぁ。湖の水全部抜くだなこれ。3体の髪を捕獲しようと銀河団が動き出したらしい。3つの湖にいる銀河団たちをライバルの未熟者と後期と分担して企みを止めよう。銀河団幹部、サターンとの戦闘だ。えらい髪型してるわね。サターンってくらいだから悪魔の角イメージしてるのかしら。土星の跡かじゃないのか。どの辺が、土星だ。そこまで強くなかったわね。負けた。負けた。おい、また寝込んでるじゃないですか。2連敗ってお前、手持ち全部吹き飛んでったぞ。ウギギギウグ。チャンピオンタイムはできませんよ。壁と話してるわ。スコールやめてください。最終戦とあれば負けることはもうできない。次は絶対勝つぞ。マリサさん、決意、改まりましたね。ああ、ここからはおふざけなしだぜ。もう、業務この人。マリサさんわかります。メガなんか一気ですね。びっくりした。マーズさんも倒しちゃいますよ。驚いてる顔だな。ムッとしてる顔だ。にっこり顔だ。表情豊かで可愛らしいですね。この髪型にするのは私勇気がいりますね。大体近しいぞ。いや、どこがですか。私こんなにスパルタヘルメットみたいな髪型じゃないですよ。リシコとシンジコの銀河団は退治したから天眼山を経由して最北端のエイチコに行くぞ。ムサミー。天眼ってそういう感じだったのですね。っていうかやっぱり標高高い山ともなると雪積もってますね。北海道の最北端近い山だもんな。この格好さすがにあれかな。半袖で光っちゃってますもんね。エリートトレーナーですら着込んでるのに。冬服でも買って来ようかな。うわぁ、マリサさんでかい猿ですよ。鼻のない猿。怖い例え方するなよ。確かにエテボーズ最初見たとき怖ってなったわ。エリートトレーナーって髪型派手じゃなきゃなれないのかな。柴田勝家のカモン逆さまにしたみたいな髪型ですよね。ロッジがあるから入ろう。死んじゃいますよ、寒くて。私はポケモンみたいに熱い脂肪も持ってないからこうして厚着しているの。この女、この人。さも自分がナイスバディとでも言いたいばかりな発言だな。おい、なろう。てめえら畜生。寝ておったら太ってろ。もう吹雪じゃねえか。シャレになってないですよこれは。切り払いとかできないのかよ。現在進行形で食ってるものを吹き飛ばすのは無理でしょう。すごいダメージもらったし、一回ロッジに帰ろう。マリサさん。なんだよ、どうした。トーベヤンソン、トーベヤンソン身の強いやつがいますよ。うでえ、かわいい。トーベヤンソン。ムーミンの作者ですよ。ムーミンでいいだろうじゃ。いやいや見てくださいよ彼を。ムーミンってよりかは作風よりでしょう。私あの子が欲しいですよ。わかったわかったよ。とりあえず減らしてからだ。ヤンソーン。ごめんこんなに通るなんて。そんなムーミンみたいな顔しないでくれ。うおマリキッピ、進化まで長かったな。かっこいい。やっぱり名前を使い勝つのが良かったじゃないですか。いかつすぎるんだって。防御が高くてほどほどに速い要塞キャラだ。硬いからとりあえず出せるのありがたいな。今回の対戦で使うんですか。とりあえず保有だな。初対戦の3匹のバランス見てだ。これ本当に死ぬんじゃない。頭まで雪積もってるじゃないですか。あられの技マシン拾っとる場合か。小屋入りましょう。吹雪の中ロッククライムの技マシンを落としたから小屋の裏にあったから拾って渡したら、見つけた人のものだって言ってつららプレートと一緒に技マシンも譲ってもらったぜ。ずいぶん人がいいですね。また小屋がありますよ。点々とあるのは助かるぜ。人珍しい。こんなところに頻繁に来ないわな。呪いのお札をゲットです。ゴーストタイプの技の威力を上げる持ち物だな。くれた人がゴーストだったオチとかありそうだな。変なこと言うのやめてください。あれさっきの人どこだ。他の出口ないよな。これもう完全にさ、ねえ、あの人、そうだったんだろうよ。やめてくださいマリサさん。言ったら本当になってしまいます。怖すぎて噛んじゃってるじゃねえか。もうだと思った。私もなんだか正気を感じないなと思ったら、案の定だったな。このお札の小屋はどうやら地元では曰く付きらしい。至る所にお札が貼られていて、所有者も連絡がつかない曰く付きの小屋だそうだ。一ついいですか？どうした霊夢。パロディに気合い入れすぎ。ああ、ようやく街に着いた。雪原思った以上に長かったですね。早速ジムに挑戦して、湖の様子も見に行こうぜ。40分後。ねえちょっとマリサさん。はい、なんですか。謎解き詰みすぎじゃないですか。ああ、40分しかかかってねえし。かかりすぎでしょう。湖の前にジム戦なのね。まずはバッジを取ってからだな。お、いいタイミングだ。ゲンさんからもらった卵が。この子がリオルね。うわ、ごめん、ケイね。どうした。私、天ケイが降りたわ今。この子のニックネーム。嫌な予感しかしない。シュッとしたタイプの中にもしっかりとしたインナーマッスルを兼ね備えた子。ここからがマグマなんです。ショックレイムー。
恋もバトルも全力の鈴奈さんですよ。7つ目のジムバッジだな。ガストンもいるからタイプ相性的に問題なさそう。炎、格闘、エアリーもいるから盤石だな。私の手持ちだと少し相性が不安だな。マブカプでサクサクっと倒してしまいたいところですね。ちょっとなんで格闘タイプなのさ。この地方のジムリーダーは全体的に自分の担当するタイプの技を使えればいいみたいでな。このチャーレムは冷凍パンチを使うだけだ。そんなんでいいのかよ。ダイヤモンドパールは全体的に何かポケモンの低さを感じさせるんだよね。その分幅広いタイプのポケモンを使ってきてなかなか手強いんだ。パオ、なあ。さあ、がどうかしました。霊夢戦で使ってあげたいんだよ。交代を流したりもできるし氷技も使えるし。私のメッキに間違いはなかった。この子は強いですよやっぱり。そして他のパーティーよな。マブカプは入れるとして。まだ決めかねてるんですか。ああ、少し新しい風が欲しいな。鈴奈さんに勝ったことによって話が進みました。英気声の道は開いたのですが、その先でジョビボンジは負けちまったようだな。彼最近壁にぶち当たってますね。主人公の先を勢いで突っ走ってたライバルが素直に負けを認めて主人公を追う側になるんだ。どうして負けたか考えるようになってからが本当の成長ですよ。とばりしてみて倉庫の鍵を拾って、倉庫から銀河団の本拠地に侵入するぜ。自動ドアの鍵が折れちゃいましたね。ハイテクなのかそうじゃないのか。そしてこれよ、闇の石。これが欲しかったんよね。マリガラスって石で進化だったんですか。こいつは初期メンバーだからぜひ使おう。カマキってそう。攻撃特攻両方いける器用なアタッカー。攻撃の方が高めだな。ドンの名前は伊達じゃないパワーだぜ。てかさりげなく言いますけど、マリオがまさか使おうかなと思ってる。いけますかねマリオで。私さ、一番最初に出会った相棒、なんでか手元にいないんだよね。あ、本当はマリッサを使ってやりたいとこなんだが、さはは、いないんだもんな。なんでかなぁ。コビッサも魚類サも今後のプランいろいろ立ててたんだけどな。闇が出てますから。おい言葉遣い悪いぞ、動画回ってんぞ。なんでこんな廊下の端にデスクトップ PC 置いてるんだ。電源は入ってそうですね。雰囲気じゃないですか。最奥部手前に銀河団ボスがいたぞ。倒して3体の神を解放しましょう。赤城戦自体は苦戦しないからサクッと行くぜ。強さを認められたからマスターボールもらったぜ。何通も持ってるんですかこの人。ユッチーアグノムエムリットが囚われてるブロックまで来たぜ。ちょ、これなんですか。何かが浮いている。なんだろう。これポケモンじゃないですよね。ネルネルの2番の粉だろ。ネルネルの2番の粉なら安心だー。非人道的なことしてるじゃないのさ。サターンを倒して解放しよう。マグマパスタも成長してきたな。懐いた状態で朝、昼、夕方にレベルアップだ。しっかり仲良くなろうな。私夏季進化のポケモン随分育ててきたわね。ハピナスにトレキス、キリン。確かに多いな。みんな愛すべき仲間だわ。このボタンでみんなを解放すればいいのね。やめておくわ。レイム、早くボタンを押して助けてやれ。そのために来たのだろう。アージスは優しいのね。レイム一個いいかい。なに、ツボが上がりすぎてる。どんな敵だよお前それ。いや、なんか人って無性にやっちゃいけないことしたくなる時あるじゃない。例えば急に大声出したりとかさ。ゲームってそういうのキーな目で見られない場合が多いじゃない。毒気が強すぎる。さあ天山山登るぞ。赤城が待ってる。うわあ、欲しいかも。パーって名前で使いたいかも。うん、しかし月の石を持ってないから戦力としては厳しいかな。あとマリサチームにパーってポケモンがいるらしいぞ。とりあえず捕まえるわ。パローで何とかしようとしたのか。下っ端のポケモンが進化してたりそうじゃなかったり、安定しないのってゲーム的に見たらまあ仕方ないんだろうけど。まあ本当に上から支給されただけのポケモンなんだろうな。レベルは高いのにね。私はポケモンにおけるレベルというものはトレーナーの腕前を数値化したものとも思ってる。例えばケムッソはレベル7で進化するのはプレイヤー主人公ならレベル7で進化させられるっていう意味で、育て方が微妙だったり腕が足りてない未熟なトレーナーはもっとレベルが必要ってことかなと。だから進化レベル越しても進化前個体だったり、進化後個体なのに異常にレベルの低いやつがいたりすると、急に語るやん。急に語りたくなっちゃった。ユクシーアグノムエムリットから抽出した赤い鎖というものを使いパルキアを呼び出そうとしているな。時間を司る神を呼び出そうとは大規模な。ダイパは規模がでかいな。本当に空間を支配する程度の神ねー。時間と空間、まさに断りを創造し世界の常識を作った常識にとらわれない存在だな。うわ、ゲーミング空間作ってますよ。ちょっと本当に世界ぶっ壊れちゃうわよ。シャレになってないからな。赤城の野望。さて銀河団最終決戦だ。よーし、まずは幹部との戦いね。特殊な髪型のお姉さんたちとのダブルバトルだ。おっと、造園だぞ霊夢。未熟者、お前来てくれたのか。決意改まったな。肩を並べて戦って学ぶといい。おー、エンペルトだ、かっこいいな。ダイパの御三家はみんなイケメンだよな。エンペルトまで出させるほど追い込まれたか。言わないでー。そういえばお前春服に着替えてるのか。おしゃれでしょ。登山なめるな。スウェット風のスーツは攻めすぎでしょ。うわー、マグマパスター。うむ、しっかり懐いていたようだ。帰り中でやれよ。ケイネ前回も言ったけどさ、インナーマッスルよ。美しいじゃないですか。なんかルカリオになってより好きになってきたわ。まあ愛着の湧き方は人それぞれか。時間を支配できるなら何をしたい。いきなり中学生みたいなこと聞いてきますね。昨夜さんみたいに実際にできる人が周りにいるから逆に。うん、時間止めてる間に使用しまくるしか出てこない。ドラゴンボールの精神と時の部屋みたいな用途か。マリサさんは寝るかな。中学生みたいな回答ですね。バカお前、睡眠は大事だろ。時間を止めて寝た方が一日の効率良くなるだろ。まあはい、しょうもないたらあれば話はここま
まで、赤い鎖が壊れてディアルガが解放されるぞ。一緒のところなのね、マリサ。青い？手持ちは見るなよ。見ないわよ。てかあれ？これ背景バグってる？なんかお前の画面エフェクト足りなくねえか？シュールね。この闘神でやられるとちょっと面白いな。次回、最終決戦、デュエルスタンバイ。赤見さん悪意のない定常テロップみたいになってるぞ。